はい、お疲れ様です。マッピーです。いろいろ上がったり下がったりってことなんですけど、だいたいこういう補正って魔属性はしっかり HP もアタックも上がってるってことで、メルベと捕食マナグリが多いんでね、使っていきます。俺もね捕食マナグリやっていくんですけど、まあ S 枠はまあ強いやつ入れましたとりあえずフェルグ最強でしょってことでフェルグ入れてんのと、パズズとメデューサにベルゼブブで、まあ人によってはね、あのマナグリのルクスリアとかでもいいと思いますね。で英語マについては、あいつマイティ、あの捕食のマイティ俺持ってないんですよね。なんでちょっと入れるわけないんだけど、捕食のマイティ持ってる人は入れてもいいかなって思いますね。であとは今日ね、対面的にこうやってなんか通常攻撃ちょっと高めのやつが来ると思うんですよね。神のアタック上がってるし、ママ上がってるってことなんで、なんで通常罠ね1枚入れてみました。このサヤカですね。これハロウィンかなんかのサヤカなんですけど、コンボもバフ持ってる上で通常攻撃130回しなんで、まあ結構使えるかなと思ったんで入れてみました。はい、そんな感じ。捕食マナグリ特にね、自分の中ではあんまりなんかテンプレから変わった感じの構成ってこういまいちパッと出てこないんですけど、まあ自分ちょっと持ってないんでね、マイティ。マイティ持ってたらマイティ入れてると思う。捕食の方ね、うん、あの可愛らしいやつね。でなんならね、俺捕食のね、あいつも持ってないんだよね。荒くねも持ってないっていうね。意外と俺駒揃ってないっていう感じで、まあ、ちょっと意外と持ってなかったんで、まあ、残念なんですけど、まあでも言うてね、それがなくても全然勝てるっていうのを見せたいと思います。さあごめんなさい、ちょっと喉の調子シンプル悪いっていうね。で、まあ、若干このデバフの部分さ、うまく使いたかったから、あんまりフェルグ使いたくなかったんですけど使いますわ。ちょっとこれセヘルジコルの矢だったんで、さあ一旦初手フェルグ、もうこいつ初手から出すじゃんって、うわーデバフをピリカで荒れされちゃうと。まあいいか。いらっしゃい。うん。よいしょ。これちょっと一回 B さんいきます。メドゥーサとかスナイフィル引いた時の変音機とかも強いんで。で、あと、フェルグのコンボが地味に強いですね。このフェルグのコンボね、3.5% 上昇なんで。今ミューズ持ってんのは普通にクソ強いっすわ。はい。うわぁ。まあ不本意夏ブラいきます。不本意夏ブラです、これこのタイミング殴られたらバカきついんですけどね。今日の補正神のアタック上がってるから、正直こういうタイミングはね、罠ゴマとか引いときたかったんですけど、ちょっとその神振り強すぎて、じゃあのマジね、いやこれ今から言うこと、あの半分冗談なんで、半分冗談だからさ、半分冗談だから受け流してほしいんだけど、言っていい、あのミューズと神振り一緒に使えるのなしにせん。いや半分冗談ね、これ半分冗談でも半分本気なんでね。いやマジでミューズから神ヘリ行かれてね、もう強すぎるんだけどそれ。ああ正直この試合負けたかも。待て、それは無理、そこのフェイルは無理、さすがに無理、さすがに無理ね。さあ今んところ今んところ無理濃厚ですけど、まあ頑張りましょう。とりあえず回復入れます。とりあえず回復入れて、どこ入れて、でこれ半分いかないや、半分いったら終わると思え、半分いったら終わると思え、ギリ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 を攻め立てていきたい。うん、無理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 これ何もできないな。あのこういうのはね、気にしなくていいです。次行きましょう。ってことで、まあ、次は負けられないですね。次負けちゃうとマスター落ちちゃうんでね。ダイヤ A に落ちちゃうんで、次は勝っていきたい。まあ、これはね、あんま気にしてもしょうがない。ただ、ごめんなさい、喉調子悪くてごめんなさい。マジで、ミューズからの神振り、ほんまに強いんやけど。マジでやばい、こいつ。っていうね、まあ、半分冗談、半分冗談だからマジで受け流してほしいんだけど、そんなこと許されるわけないんでね。言うてだってそれでもね、かけやすい方だよね。かけやすい方だよね。神フェリって桃限定のキャラだから、逆にそういう調整っていうかしやすいかもしれないけど、まあでもしなくていいです、正直なところ。うん、半分冗談って言ったけど、ごめん半分じゃないわ、 80% 冗談から。うん、だって俺がさ、こういうの本気で言うとさ、いやお前神襟持ってないから悲願でんだろってかいうところも出てくるんでね、出てくるんで、
ちなみに俺紙ひり持ってないの全くなんかコンプレックスに思ってないですね、正直全く思ってない。別にもうなんかどっちでもいいかなって感じ、正直言うと。これなぁ、さやかきってさ、メイリーから守護者行きたいよね。スイレン持ってるかどうかわかんないけどさ、まあでもいいや、行きますわ、さやか。よし、そう、まあ神殴りが、まあ個人的に、これはガチで個人的な意見なんで、そうじゃない人の考えがあっても全然いいと思うんですけど、神殴りが強い関係俺別に嫌いじゃないです、正直。神殴りはなんかいろいろメタ張れる部分もあるし、メタあったとしてもそのメタられてもなんか程よく勝てるみたいなね、イメージはあるね。まあ結局エンデカとかが強いんでね、神殴りが死ぬ環境ってほとんどないんですけど、まあでもいいんじゃないかな、神殴りが強い分には。神殴りが強いっていう環境は別に俺嫌いじゃないかな、明確にメタも張りやすいんでね。はい、はい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 、さーてこれ X 行くやつだよな、多分俺 X 行った方がいいやつだよな、これな。守護 X 打ったとて守護のコンボでつなぐっていう盤面になるかと言われると怪しいよな。これにしようかな、多分 E4 来るはずなんだよね、ダブコンは許容しないと思うんだよな。なんでシンプルにスキルで火力の出せるコロネを打ってみます。守護 X も強力だけど E4 来た時に守護のコンボを使うかって言われたら多分使わないんで、こっちにしようかな。でこの後よね、メデューサとか引いたら結構熱いけど、まあ、多分 E4 来ると思うんだよな。だよね。おー待って、リュミ切ってくるの、ここでリュミ切ってくる、マジ。いやだが正直、正直辛いな、ちょっと辛い。いやこれね2倍置きます。ブラコンボも強いけど2倍置いといた方がいい気がする。ただ俺この進行で飛ばしに行けるかって言われると正直バカきついんだけど、そうだね、なんとかあれですね、耐えてきっかけ作らないと無理ですね。 OK、風了解。いや風はねまだマシ、正直全然マシ、このタイミングの風はね全然マシ。セヘル、まあこれはブラかセヘルだけどブラにしようかな、コンボがブラの方が強い。一応ここねセヘルもありなんだけど、ワンチブラコンボっていうかここのコンボセヘルより夏ブラ置いといた方が活躍する盤面状況もありえるんで。ただ相手の HP、待って2万5000あるの多すぎない、多すぎない、それ。ちょっと引き見てから、フェルグ、いやでかい、このフェルグがめちゃめちゃでかい。このさディザイアギリギリ発動手前みたいなところでこれ打ってでかい、これでディあれだな、ディザイアの追い風も受けられる、でデバフもかかる、いやでかいでかい、しかもこれパズズのフルチャージがたまるやん。アイシャ待ちみたいなとこあるな、これアイシャ引いたら全然いけるよ。いやある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 、このフェルがマジで強い。あーダリー、そこでアベル持ってんのはさすがにダリーで、これ取りに行けないのがめんどくさいし、しかも夏村召喚お前これ頼むぞ。あおおおおおお、避けていく。でこれどうしよっかな、 A3 一定に打たれた時にあれ知った。いやこれな、打つならハエな気がする、いや打つならハエな気がするな、リュミ切ったし。いやそうだね、あのねむしろこれパズズから切った時にあれディザイアが事故る可能性があるんで後出しパズズにします。はい、ディザイア事故ったら嫌なんで、捕食しすぎてみたいなね。火力はねなんとなく足りるんじゃないかなって思うんだよな。 OK 取りで、これで、2倍3枚返しが通る。でこれをパズズで回収して F4 で次飛ばしに行きたい。はい、でしかもここでねディザイア発動するんですよ。火力足りると思いません？うん、まずこここうでしょ。でこれさ今のタイミングでスイレンだからね、まあほぼデュポンは持ってないです、ほぼっていうか絶対ない。あったらあれだ、あの訴訟するこれでデュポンあったら訴訟します俺はあるわけない。でこれさディザイア発動したからね、 HP50% 以上いったけど大丈夫じゃないかな。うん、上火炎、しかもなんか回復が風わー、
いい風だね、爽やかな風だ。はい、アンネマリーいけるか。お、バフかかって、2240の4000、あ、いけそうよね。いけます、7000ぐらい出ます。いってらっしゃい、やったね。はい、フェルク最強。あぶねー、ゲボ怖かった。まあでも C1 守護打って大正解じゃないこれ。見てたみんな、今の C1 守護大正解でしょ。やっぱコンボ2倍は正義なんです。 X 守護じゃなくて C1 守護なんですよね。 X コロネ打ってからっていうあの動き完璧じゃない。でしかもパッと見変動きだから C1 にブラ置きたくなるやん。ただあそこでブラ置いたところで、ブラの発動したところで相手の HP めちゃめちゃ残ってるから2倍の火力が必要だと判断したんですよね。なんで C1 守護打ってから F5 ブラに行きましたね。はい。めっちゃ早口でどうやっていく。いいね、俺こういうあの超早口ドヤドヤムーブしちゃうよ。俺たまにはするからね。あー、初手事故っといたか。まあリーに切ってもいいか。うん、ぶっちゃけで全然リーに切ってもいい、全然リーに切ったっていい。でアマテル初手に出してほしいかな、個人的には。まあ出さないわな。で風車アマテルとか打ってコンボスキルでビビらしてくるやつか。まあいいわ、リに切ります。よいしょ。あとこれちょっと昨日からずっと気になってるんだけど、左耳がねめっちゃ痛い。外耳炎になっちゃったかもしんない俺。なんかね、耳結構なんか特に左がさ、そういう状態に陥りやすい。うん、ちょバイキン入っちゃったかもな。まず気をつけよう。なんであんまりね、あんまり左耳酷使したくないんだけど、成り打ちアマテルは珍しない。しかも捕食対面で成り打ちだと、これは挑戦的ですね。アルカードコンボ弱いから B3 行きたいな。これ行くか。よいしょ、ほいと思ったけど、これアマテルのコンボが強いのか。右ベックスから C5 打つとアマテルコンボつながれっかな。まあ大丈夫でしょ。あとむしろね、俺はメドゥーサとか引いた時にあれしたいし。あーでも F に行くんのかな。じゃあいいや、よいしょい、メドゥーサ行け。あ、本当に行くんかい。まあ仮にね、今 D6 ナズブラから入った場合 H メドゥーサっていう進行もあったんだけどね、だけどね。さあメドゥーサ行きましょう。うん、結局メドゥーサ最強よ。相手の名前ライトセーバーじゃん。スターウォーズ、スターウォーズか。ねね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 ねえ、ちょ待って、そのウィブめっちゃ強くない。夏ブラ出しづらいけど、でも他のコマももっと出しづらい。なんでこれこっちから行って、いやいいよ喧嘩売るわ、いいよ飛ばせるものは飛ばせるわ。ただこれでお前あれだぞ、あの C1 にアルトとか来たらお手上げだからやめろよ。おい、 C1 にアルトとか打ったら血を見ることになるぜ俺のな。ちょ待って、あ、よしよかった、オッケー。これな、ゾノバ全部取れるやん、ゾノバ全部取れるやん。でハエからパズズいっていいのかな。あると思ってたら C1 打つよな、知らんけど、あると思ってたらさっきのタイミング打つよな、打つよな。さあハエいきます、よし、かいくれて、で毒も入る、オッケーオッケーオッケー。でこれはウィブ取られるタイミングだから、ここはウィブコンボしてくるはずなんだけど、アルトだけは本当にやめてほしい、本当にやめて。てかパズズから打てばよかったか、アルト警戒するんだったら。したら C1 打ってきたら D2 で飛ばしに行けたかもしんない。あー、オッケー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 、よし。さあこれ食らって痛い、でも一応ここあれだな、飛ばせるかどうか計算しといていいな。1600とかでしょ。2900に3500が固定で入る。でお前が 1.8 倍かかるから4200の4200、8800、3枚返し、あ、いけるわ、これ飛ぶわ。3500固定で入るからいけるね、これ飛んじゃって。あ、てか9028も出るの、でやる強っ、どれどれからのどれっつってね。つえつえ、ある時でも大丈夫だったかな、回復反転して死ななければ。ってことで今日は捕食マナグリがマジで強い。まあそれはない、魔の HP もアタックも上がってるってなったらそれは強いに決まってるんですよ。まあ当たり前の話だったわ。うん、
まあちょっとね、今日はいろんなデッキ考えたけど、一旦捕食マナグリで勝とうと思ってるんでね。そう、マスター上がりたてだから、あんまりなんかそのあれなんですよ、なんか嫌だったんですよ負けるのが嫌だったんで。はい、ジュレ、おいおい、呪ってくるやつやん。これ呪われる前にリーに切ります。うん、もう呪われることを前提として先にリーに切っとくっていう。うん、ほら呪ってこいよ。マスティマ以外でお願いします。フェルグ、あー言わんこっちゃない。まあ、しゃあないですね。よいしょ。今日俺まだ愛者引いてないな。あれ待って、このデッキ愛者入ってたっけ。俺なんか急にあれだ、冬場で家のこたつ消してから外出たかどうか、なんか怖くなる症候群出たわわかる、あれあれしたっけみたいな。そう、それこないだあったんだよね。実家帰った時にさ、友達とさ梅田で遊びに行ったんだけど、カラオケとボウリングとかいろいろ行ったやつあったんだけど、その時に家の最寄り駅で電車乗るタイミングで、そこのタイミングであれ俺家の鍵閉めたっけってなったんだよね。やばい、これ閉めてなかったら俺が親に閉められると思って、俺が親に首絞められると思って、これやばくねとか思ってさ、これやばくねとか思って、で親に連絡するか悩んだんよ。でもまあでも俺はね、信じてた、俺なら絶対に。いや俺結構ね、そういうなんかそう、俺結構そういうなんか心配性な方だからさ、あれだけど、なんだかんだね、過去の俺を信じろと思って、これ絶対閉めてる、俺は閉めてないはずねえだろうと思って信じたんですよ。で結果的にちゃんと閉めてました。えらい本当にあの時にちゃんと、いや当たり前のことだけどね、当たり前のことだけど閉めてた俺、えらい、鍵を。あ、てか危なっ、このリティスよかった、ハエから切らなくて。やっぱちょっと二呪いかかったシアをね、消化するべくシア残したんですけど、いやこれは正解です。 OK、 大正解。よし、これ勝てるぞ。そんなわけでえらい、ちゃんと鍵閉めて、えらい。でみんなも家出るときちゃんと鍵閉めようねっていうね。まあちゃんと閉め何の話ってなるけど、そういうね、心配とかしちゃうところはしちゃうから、ちゃんと閉めましょうねっていうね、うん、さあこれはクソデバフされるじゃん。2,3 のいけそうか。 2.1 倍かかるんで、あとディザイアがあるんでね。ういディザイア最強。やっぱフェルグなんだよね。そう、マタンはフェルグ入れない理由なくね。俺マタンでフェルグが入らないデッキ逆に教えてほしいっていうレベル。絶対入るくない、なんなら呪いデッキでも全然入れていいと思うわ。マジでこいつフレックス最強、マタンだったら絶対に入れたい、最強です。はい、悪魔の生贄、なんか聞いたことある、聞いたことある、悪魔の生贄ってなんか聞いたことある。え、ちょ調べよう。悪魔、なんかあれだよね、小説かなんかなかった、あ映画だ、あーこれだ、これあれな、これあれだわ、チェーンソー持って、あー俺見たことある、それだ。あ、ちょ、これ、進んで、ああ、よかった、愛車入ってるじゃん、このデッキ。この絵がね、この絵が、マジでなんか、あれだな、怖いっていうか、えぐいっていうか、主人公、めっちゃなんか、ほんと踏んだり蹴ったりだな、みたいな感じで見てたんだけど、いや、それだ、悪魔の、なんか見たことあったんだよな、悪魔の生贄。これか。でさ、ジェイソン知ってる ?13 日の金曜日。でジェイソンがなんかチェーンソーを持ってるイメージみんなあると思うんだけど、まあ実際俺もあるんだけど、実はジェイソンってチェーンソーを持ってたことって確かないんじゃないかな。でじゃあ何と混同されてるかっていうと、この悪魔の生贄っていう映画が確かそのジェイソン的な感じのキャラがいるのね。別にジェイソンじゃないんだけど、
レザーフェイスっていうの、そいつがチェンソー持ってめちゃめちゃ暴れ回るっていうのがあるんだけど、それと混同されて、なんかそれあのあれジェイソンイコールチェンソーの方程式がそれで成り立ってしまったっていう。ジョン、あー、ジョン、花粉です、ごめんなさい。そう、そんな感じでっていうちょっとした豆知識。実はジェイソンはチェンソーを持ったことはないはず、確か。あるんかな、1回ぐらいあるのかな。いや、ほぼないはず。なんか実際はアイスホッケーのなんか仮面みたいにかぶってんで、なんかじゃなかった、斧とか振ってくるんじゃなかったっけな。いて、あー、花粉症が辛かった今の。本当になかなかの威力を誇りましたね今の。待って、これちょっと待って、俺なんかノリでメイリー絵に打っちゃったけど、よかったかな。まあいいか。今のはディーゴリーニーから入っても悪くなかったんだよね。ポーファンのコンボ弱いし、英語にやってることもできたんだけど、ただリーニーコンボがそもそも強くないからこれでよかった。あ、ちょいや、任しといてください。俺、うちのメイリーさんデバフかかりますから。はい、召喚は、あ、100点、あんた100点や、それ、あんた100点や。待って、これリーニーでいいよね、軽くシンプル高いよね。 OK で、宝飾入れて、毒入れて、うん、うおー、そこでオーラ引く、マジ。いや、でも任せろ、うちのギルティーラウが。うわ、やばくない、大丈夫、え、ギルティーラウ、俺信じてるよ。待って、うわー、うっそー、これ死ぬなー、うっそだろ、お前、うわー、オーラ引かれてしまがれたんだが、おーい、え、てかコンボ2倍強え、あいつ。いや、今のはね、ホワイトデーの村正が強いのも間違いなかったけど、コンバート、火炎コンバートのバフード強え、コンボ2倍、クソ強えじゃんお前。でもさ、今日のせい、火炎コンバートのバハ入れてるんや、そもそも。あ、リュウアタック下がってるんじゃなかったっけ。うわー、やられた。いや、俺なんかギルティーラーもあるしね、一番高い火力出して回復量、捕食の回復量を高めてからで大丈夫だと思ったら、あれ飛ばされるんか。いや、てかあれ火力出したのよくなかったかな、そもそも。あいつあれだわ、あいつ名前なんだっけ。ヤンドーラ、ヤンドーラ、ん違う、あ、ヤンドーラじゃない、え、なんだっけあいつ、え、マジでなんだっけ、あ、リジェルか。そう、リジェルのバフ、あれでちょっと余計にかかっちゃったかな。かといってなんかコロネ打ってもなんかしばかれてそうだけど今の。え、でもコロネ良かったかもしんない。コロネが良かったかもしんない。わかんない。削りすぎた方が火ダメ多かったっぽい、多分。捕食の量はね、あっちの方が高かったんだけど。まあまあ、ええわ。はい。やられた。今のギリ飛ぶんか。まあでも今のは、いや、今のは別にミスとかじゃなくね。あのトップのほうだからあんな軽く出ると思うけどね。うん、しゃあない。頑張った。はい。さあ、とりあえずスマイフィル貼れたのと、相手は変バフ今貼れてる。あーう、変動きゲーミング始まります。行ってこい。OK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 。でかい。で、あー、強っ。マジ強い、そこのフェイル最強です。うん、これさ、サヤカ打ってもいいんだよな。うわー、悩みどころ。サヤカにしよう。まあ、セヘルでもよかったんだけど、なんかサヤカ打てるタイミングあんまなさそうなんだよね。で、これで発動しないですよね、実は。うちのサヤカはオッケー。で、痛い。よいしょ。うん。いいんじゃない？こっち行って。いや、今のね、なんで俺サイカから切ったかっていうと、ここ左下 X 打たれた時に、これ C5 入るやん。で、セヘルから打った場合って、これ A3 でセヘル取られ、おー、ブラッシュキャルビーやば。待って、それやばい。やめてー。はい、ナイス。飛ばしに行けないから、うん、いや、でもそのミューズ強すぎるっぴ。
いやミューズきちこっちかな。飛ばしに行けないんで 1.6 倍はこれで耐えるしかない。俺引くな。 1.4 でしょ。耐えるでしょ。耐える耐える絶対耐える。100耐えてここプリーズ。あーいや発想は良かった、発想は良かった、発想は良かった。 F4 で耐えれるのは分かってた、発想は良かった。ここ耐えて B4 で飛ばしに行くしかなかった。いや発想は良かった、頑張った。でも無理だった、届かなかった。俺の刃はどんまい。まあ結局フェイルが強かったな今の。多分ミューズはまあそんな問題なかった正直。フェイルのバリアが硬すぎたよ。あー2連敗した。勘弁してくれよ、勘弁してくれよ。まあ神殴りのタイミングはしゃあないにしても、ちょっとコンバート、あのコンバートの負け方悔しいな。オーラが逆に悔しくないか、何もできないかと思う。逆に悔しくない。うん、いやこっからでしょ。こういうのはオッケーオッケー、こういうのは気にすんな。あの自分のせいじゃない負けは気にすんな。そう、自分のせいじゃない負けってさ、なんか気になっちゃうみたいな時あるやん。わかるよ、なんか俺何が悪かったのか分かんない、これで負けるの納得いかねえみたいな。いや俺逆なんだよね、そういうの気にならないんだよ。自分のせいじゃない負けは気にならん。だって相手も相手の対応もあるし、なんか相手うまかったなとか、あちょっとこれはあの引きあの良くなかったとか、敵引き強かったとか言い出したらキリないんでね。だから一番気にするのは自分のせいで負けた時、それがいっちゃん答える。あこれ俺がこうしてれば勝ってたじゃんみたいな。そっちを気にしたいかな俺は。さあこれフェルグ出しちゃおうと、来いよ、なめんなよ。俺が鼻炎持ちというか花粉でダウンしてるからって。てか気づいた、俺昨日薬飲んでない気がする。なんか今日花粉の症状でかいなと思ったけど、俺昨日薬飲んでない気がする。最悪、なんか今日しんどいなと思ったわいつもより。あー飲み忘れた、今日絶対飲むの忘れないようにしよう。てか杉花粉のピークっていつまであんの、ちょっと調べよう。もうさあもういつまで杉花粉で、次は3月中旬から5月、長い長い、あと1ヶ月あんのこの地獄が、ふざけんな。長い、えこれ何、めっちゃ取りたいんだけどダメかな、めっちゃ取りたいんやけど、取ります。バリアだるすぎます。角来たら D5 メドゥーサでいいし、 A3 来たら B4 打ってから取らせて D5 メドゥーサも強そう。あー花粉投げ、ふざけんなマジで。え杉ってさ、あ東京、あ東京のピークは3月下旬までって書いてある。マジテンション上がってきた。あ2024、俺今記事読んでるんだけど、杉花粉はすでに飛散のピークを過ぎてるところが多くなっています。まもなくピークを終える。やったー帰れー。確か俺ヒノキは持ってなかったはずなんだよ、確か俺ヒノキの花粉は持ってなかったはず確か。こっからピークがね、ピークが過ぎるんだったら俺の時代です、俺のペース。半分いけ、いやーここ半分いかねえのかよ、くっそそこは半分いっといてほしかったけど、俺はなんとここでメドゥーサです。さあここで絶望のメドゥーサで、次1600の追加が入り 1.8 倍でしょ。この時点でちょっと計算しとこうか、 2ってどれぐらい出るんだ、 2.4 倍。はい、でもこれやっぱ次バフかかっちゃうからな。でも 1.3 バフぐらいかかったよね今。だからフェルグ了解。いやでもこれ4枚返しだぞ、4枚は打っちゃってよくね、パズズー4枚は打っちゃってよくね。
4枚打っちゃってよくね、4枚打っちゃってよくね。おいおい、1600の毒ダメだ。やったやっぱりリザイア最強。結局これです。だって捕食マナグリに入れてもこんだけ強いんやからさ、そりゃ強いよね。でもね、捕食マナグリに入れて強いってよりはあの今日が捕食マナグリが強い補正の時に、捕食マナグリ対面とかでもデバフが強いからマジで穴がない。そう、バフリーダーに対しても強いってのが穴がない。マジで穴なし。うん、花花粉花花粉ってなんだ。花が花粉で辛いって言おうと思ったら花花粉って言う、新しい単語思い出してしまった。ということで、ちょっと今日もクリエイティブですね。さあ、メイリー出すか。うん、おー、ライズ召喚。うん、ライズ X ってさ、コンボ弱いよね。受けようか、デバフもかかってるし。受けます。そう、これさ、ライズってコンボがそもそも弱いのと、相手ランタイ引いてないし、あとギルティーラーのデバフもあるんで、これ受けます。なんか上行って F4 エキゾナとか打たれたら目も当てられない。こっち行って猫ごお願いします。アジャスじゃあアジャス、アイシアジャス、ゾノバー出しとこっと。ブラジェ、うん、セヘルもあるけど、なんか手駒に大きめのアタッカーとかいるわけじゃないんで、今の手駒って。安定のブラ、さあバフ出されて、ここまで結構 HP 高めに保っててるが、あ、パズズ引くのか。まあチャージ貯めるか。こっち行って、よいしょよいしょ。さあ買いくれて、今日竜のアタック下がってるよね、ある程度大丈夫だと思うんだけど、下がってるはず。バンディー、これ F5 ダメかな、オーラ引かれてないんだよね。 F5 打ちてー打ちてー打ちてーけど、打ちてーけどやめます。俺トップでアタッカー引かなかったらだるいし、まあ、あのもうガチ安定コードするわ、ガチ安定コード。これ取ってくるやん、ね、取ってくるタイミングでマーリアのバフが消えるから、そこでパズズ F5 みたいな。強くない？エルキャス？いて、いや待てよ、言うてあれだな、ライズのコンボちょっと強いか。 B6 とかでもいいね、別に B6 でいいや、 B6 にしよう。相手の HP 結構削れてるしな。よいしょ、止まったけどこれミスった。ライズのコンボが2枚返しで取っちゃった。やばーいやばーい、 X でよかった、なんか2枚返ししちゃった。飛ばされはしないけど、ナダルとか打たれたらやばい。でもさ、ナダル持ってないよね。こんなところでエルケス出すぐらい勇気のある人がさ、ナダルなんてこんな隠し持ってるはずないよね。めーいいて、いや、なんか飛ばせるコマプリーズ、なんかプリーズ、うわーし、なんかこういう時マジね、持ってないみたいなとこ何回かあったんで。 OK、 おじゃーす、おじゃ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 す。こういう時に引かないみたいなことさっきからあったからな、あの神殴りの時 F4 にベルゼブブ切ってからの、あれ、あそこでトップでブラ引いちゃうみたいなことあったからな。いや、オッケーオッケー、そういうことも今回ないと。いいね。で、今回さ、ハロウィンのサイカ入れたけど、意外とあんまりまだなんかうまいこと使えてないね。うまいこと使える場面が来てほしいな。いらっしゃい、バッババ、あ、ババじゃないか、バーバか、バーバ、かわいいな、バーバ。一文字だけ付け足したら湯バーバにできるんだけど大層な名だね。あ、これあれか、湯バーバが誰かに名前を取られた世界線なのかな。湯バーバだって
大蔵な名だね。今日からあんたはバーバだ。っていうこと？逆、名前を奪うユバーバが逆に誰かに名前を奪われた世界線なのかもしれない。なわけないか。バーバ。これ、さっき通信切れてるあれやったけど大丈夫かな？大丈夫？起きてる？あ、起きてるんじゃないか、これは。はい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 。いらっしゃい。うん。アイシ引いちゃったか。どうしようかな。ブラセヘル、ブラセヘル、ブラセヘル。セヘル。こっち行きます。実はさやかのゴンもね、弱くはないし。あと、まあさっきと同じ理由。メズーサとか、スナイフィルとか引いたら、変容器強いからね。うーい！いや、これ通信切れてね。そこでティポンそっち打つのはさすがに通信切れてる気がするんだけど。切れてんじゃないこれ。一応取るか。ちょっとこのティポンうざいんで、取ります。一応取る。はい。あんな雑な感じでティポン出してくるってことは、これ通信切れてるかな、バーバー。あー、これは切れてるな。これ F4 からダボコン込めるから。これは切れてるかも。もしかもう A3 で殴っちゃっていいかも。いらっしゃーい。強ーい。F4 守護者とかめっちゃ強いけど、撃っちゃうか。撃っちゃおう。A3 殴ろうかなと思ったんだけど、2倍の4枚返しじゃないわ。あ、ダボコンの4枚返しなんで。で、これ、通信切れてるから、多分サヤカ取ってこないんじゃないっていう悪い考え方。ほらほらで、ベルゼブブ引くみたいな。あ、召喚一旦も出ないけど。あ、でもこれリーニー発動するくない？リーニーで叩きのめすか。これ叩きのめせ。おいしょおいしょよいしょよいしょ。最強ナイス。オッケーオッケーオッケー。まあこれちょっと通信切れちゃってるからちゃんとした勝負にはできなかったんだけど、まあ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 勝ちは勝ち。ナイス。はい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 。まあアイシェとか引けてたんで全然ペースは握れてたと思いますね。はい。バーババーバ。おばあちゃんのことバーバって呼ぶのかわいいな。じゃあおじいちゃんのことジージって呼ぶってことかな。かわいいや。普通に俺はおばあちゃんおじいちゃんって呼んでたけど。はい、メルベ。うい、おーし。引くだけで笑顔になれる人、フェルグ。うん、でもこれはね、フェルグ出さずに行こうかな。コンボが強力なんで。あ、でもこれ成り打ちしてくるよね。成り打ちに対して B さん打ってフェルグコンボをビビらせるはある。いや、あるな、全然あるな。 C は打たなくてもいい説ある。いや、そうしよう。あの、成り打ちに対しての耐性がフェルグの方が若干高いと見た。まあ、回復に余剰出ちゃうんですけど、相手この召喚なんで多分成り打ちしてくるはずなんで、そこに対して B さん切りやすい形にします。なにバリアだるい。村政とかいう駒さ、ガチでシンプルに強いな。もうほんとシンプルに強いわ、その駒。うん、一応セヘル出して、あのシーヤ残しつつ、セヘルからのシーヤっていう形も取れるし、一応ここでもう使っちゃおうかなっていう。オッケー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 。でこれはパッと見 D6 夏ブラでいいんだけど、この形に持ってけたのは初手のフェルグが意外といい仕事したんじゃないかな。アンネマリー、まあちょっと時間かける感じでいくか。よいしょ。 OK。 ではい、毒入れられる。村政使ったよね。村政使って、うん、 OK。 ここもセヘル残るのでセヘル三段無仕事はできた。村政のコンボどう捉えるかやね。C5 打っても良さそうだけど、 C2 から切り返されて。ああ、まあ、アンパイ取るなら、角穴駒とかでもいいんだけど、
C5、 いやこれ C5 花火たら C に打ってこない説ない？で取られたら F4 で切り返せるし、あ、いややっぱ時間かけていこう、うん、俺当初通り行こう。あの何より桔梗姫がコンボあんま強くないから、多分こっから右上 X の展開になったとして召喚右下 X でいけると思うです、いけると思うです。ただここでコンボ封印とか来たらだるいな。アンチヒアしゃらくさ、アンチヒールだりー、やばいくしゃみ出そう。ジョンプリケー、うん、オッケー、アンチヒールだりーな、マジマジでだるいな。まあでも右下 X かな、これは。これ相手に手飛ばしできんのかな。こっちも愛し引いたし、 E6 に打ってくる駒が弱かったら F4 の切り返しから D2 あるからね。でここの削り、 OK、 ファーストコンボ2000か、俺のキャラゴマだよね。2000なら受けれるんじゃない、どうだろう。いやーまあ引き見てからだな一旦。はい、F6C やから E1 ハエで飛ばしに見えるな。ディザイアもあるしいけると思うんだよね。ファーストのコンボこれ潰して、まあこれ捕食入っちゃうけど、この捕食はまあそんなじゃん。で毒入れて、で あのベルゼの3枚でいけると思いたい。これロックとかあるかな。でファーストから切ってるから飛ばしに来てる感じだと思うんだよな。わかんないけど、アンチヒア？なるほど、飛ばせないと見てアンチヒールしたか。じゃあ俺ここで飛ばしちゃうよ。 E1 でいいよな、捕食込み。いや捕食で死ぬことないよね俺。これギリギリ飛ばせると思ってるんだけど。おい、ディザイアー、結局これです皆さん。皆さん結局フィルクです。これ最強です。これ打っとけ勝てます。はい、もう結局こいつがいっちゃん強い。フェルクがいっちゃん強い。ってことで勝てました。あー結構勝てたね。最後の方は連勝も重ねられてめっちゃ良かった。ってことでシンプル捕食マナグリ使ったんですけど、まあ強いですね。まあ強い、それ強いわ。普通に無補正でも全然戦えると思うし、でね、こういう捕食マナグリが強い補正は捕食マナグリに対してもこのフェルク強いっていうね感じで、マジで穴がない、最強です。ということでよかったら使ってみてください。まあ英語マとかね、あの俺ライフォート、じゃないわ、ライフォートなんだよ、ライフォートなんだよ、マイティだ、マイティ持ってないから多分完成形とまでは言わないっていうか言えないかもしれないんですけど、とりあえずこんな感じで組んでいただければと思いますね。ということでこの動画面白かった人は高評価チャンネル登録などなどよろしくお願いします。捕食マナグリめっちゃ強い、よかったら使ってください。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよならバイバイ。